皆さんこんにちは。レアルソシエダミッドフィルダー久保建英が2日のラリーガ第4節本拠地レアレアレナでのグラナダ戦で2ゴールを記録、今季得点数を4得点に伸ばしている。9分にソシエダの先制点を決めていた久保、チームは35分に CK から同点に追いつかれたが、前半終了間際の44分日本人ミッドフィルダーはさらなるゴールを決めて再びリードをもたらしている。ペナルティーエリア内左浅い位置でボールを保持した久保はディフェンダー2枚と対面しながら左足で柔らかなシュートを放つ。ディフェンダー2枚の間を抜けてふわっと曲線を描いたボールはジャンプしたゴールキーパーの手も届かず枠内左上に収まった。久保はこれが今季3点目。ラリーガ得点ランクではレアルマドリーフォワードベリンガム4得点に次ぎ、アトレティコマドリーフォワードアルバロモラタと並んで2位につけている。以下海外の反応です。なんという久保の勝だ。アーセナルは久保を狙うべきだった、チャンスを逃した。久保のハットトリック、久保さんはスペクタクルだよ。レアルソシエダは純粋に試合を楽しんでいます。久保、メリノ、オヤルサバル、バレチェ、ブレース・メンデス、ズビメンディなどの間見るのは素晴らしい。今後どのような展開になるかは分かりませんが、動向に注目していきたいですね。では最後までご視聴いただきありがとうございました。